徳兵衛様ちまきやかれとフェ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 。いやもういい、意外にでもこういうくせにおいさ、嫌いだけどさ、こうやりたくなっちゃう気持ちわかる。電波悪いわ、おかしいなこれ。この電波悪いやん。松本さんちのせがれ笑う、それ吉井さんじゃん。はい、ありがとうございます。あの、触っとられたけどね、はい、柔らかくなってしまった。普通、サササッとやるとコリコリ感があるんだけど、はい、あと柔らかく、柔らかい、柔らかくなってます。すいません。そうなんだ。ちょっとそれ、わからんかったですね。プロだな。ちょうどいいよ。ありがとうございます、お母さん。ちゃんとお礼言いました。やべ、三脚がマジくせえ。やべ。マジくせえ。いや、ヒッチハイクじゃないだろ。なんでヒッチハイクなの。てか7時10分か。やばい。今日行かんといけない、早く。包丁で刺したっていうか、触ったらいけんかったみたいだけど、触ったらいけない。どうやってさばくんだよ。できたぞ、うん、できたぞ、うん、刺身今日も買ってきたんだ。今日なんか安かった、満作だもん。満作や、満作っていうお魚必要ないよ。結局刺身だから。俺なんかこの、俺こっちしか食ったことないです。もうこっち食ったことないですね。マンクサだろ。いやマンクサってなんだよ。それやりま女じゃん。いやでもこっちは全然好き。満足っていうのはシータのことだから、うん、お母さんが帰ってくるんだよ。あのマイル喋った、うん、だけど明日の朝喋ってあげるけん、うん、まだ無理だと思うよ。でも広島から1万7000円で行ける。行けばいいよ、ね、だからマイルで。ああ何だろう。いや、はぁだから引くジャルと使えるんだろ。なジャルしか使えないんだよ。だろジャル使えるだろ、うん、あ、広島まで行きたいの。あ広島から、広島から JAL で。どこまで。東京、うん、でも決まったらもう
27,000ポイントかどこがどこ行っちゃって、あ、27,000ポイントだって、いや、で13,000しかなかったから、うん、まあ、2、3ヶ月で2倍になるわけないから無理ですわ、多分。いや、まあ一応見てみて、うん、見る、明日見てあげるけど、いつもからだと7000マイルで行けるらしいよ。ああ、どこへ。いやいやいや、ああ、どこへ、東京って書いてある。東京へ、うん、そうだ、そのでおかしい。だって昔は1万3000マイルで行けとったけど、うん、往復だで、あ、片道は昔は7000マイルで、うん、1万マイルかだったけど、うん、片道だよ。あ、片道、うん、片道はダメだよ。なあ、ダメだよじゃないわよ。なんで、いや、それあいつが使いたい件だけだろ、それ。いやいやいや、いや、お前が使いたいだけだろ、それ。あんたが使いたいだけだろ、それ。深海魚が刺身になって食べれる、うん、あんたが使いたいだけだろ、マイル。そうだよ。いや、そうだよじゃねえんだよ。私使うの。いや、いや、は？あんた宮古島行くんじゃないの。宮古島でナイスのお金行くんじゃないの。違う、いつか、お母さん用あるもん、東京行かんときに。いや、いつかって、その別にいつかでもまだまだ先じゃん。いや、まだまだ、今マイルが完全にたまらなくなってるんだわ、今この説、なんか。いや、だからそのマイルがどれほど、いや違う、だから違う、だからマイルがどれほどあるか、7000マイルだったらいけるっていう。ないない。いやいや、あるっていう、その7000マイルだったらいけるっていう。誰が。いや、俺が。なんで、なんであんたが人のもん使わんときに、お金どんどこどんどこ使って。いや、飛行機代はかかってんじゃん。マイルは7000マイルだったら行くっていう。だから7000マイル以上だったらいかんけど。なんで今人が一生懸命貯めてる前を教えてる。いや、あんたが貯めてんの。あんたが何、あんた内心東京行く必要ある。あら、用があるでしょ。何の用がある。あんたいつも時代東京なんか用なんか長生きないくせに。あるよ、東京。何、あんたと違って何の用がある、東京に。あるわね。何の用。あるでしょ。いや、あるでしょ、あるでしょ言われても何の用。あ、そんなこと言いたくない方が。いや、用なんかないでしょ。安心して言いたくないし。いや、まあ、用なんかないでしょ。あります。とにかく東京に仕事があるの。ないだろ。嘘つけ。東京に用があるんだって。あんたとだから何の用があるんだよ。じゃあなんでそんなこと言わんといけない。いや、だからそれ用はないってことだろ。あるわね。あんたとは関係ない、全く関係ない用がある。ねえ、7000マイルだったら使うし。あんたとは全く関係ない。いや、だってそれただ単にマイルがどんどん使わずに溜まっていくだけで何も気づ。はい、ここで包丁で何した何したって言うの。今何もしてませんけど。なんでどこにちゃんと大久保公園の立ちんぼ行くんか、お前。おかしいだろ。せっかくこの水切りつけてるのに、これをぐちゃぐちゃにして、何のために。いや、マイルは7000マイルだったら使います。あんたにはあげれんけん。いや、あげれんけんってあんたの前じゃないよ。私が食べたんだって、一生懸命。何のために。東京行く予定なんかないだろう。あるんだって。何、何であんたに食べたくないって。だからないじゃん。じゃあそれいつ行くの。分からん、秋ぐらい。はぁ、あ、秋。それは宮古島の時期になるけど。いや、嫌じゃないだろ。秋なんか10月じゃん。はい、おかしい。マイルを使わせないための嘘か。そうなんだよ。あんたには前あげて、結局あんたひどいことしたよね。東京行くのに何万のお金で旅費使って、結局ドタキャンして乗ってないでしょ。キャンセルな、キャンセルすれば。だから別に今回ドタキャンなんかせんし。であんたそういう前歴あるけど、あんたには絶対に。いやいや、前歴もクソもないんだよ。だってさ、人のマイル、人が一生懸命貯めたマイルを勝手に東京使ってない。結局それに乗らずに。いや、その後乗ってますよ。だってそれ使ってないでしょ。いや、使ったわ、それ。どうやって。
いやだって普通キャンセルしたけどまたマイル変えれるってなって普通に乗ったじゃん俺。嘘だし。うわ聞いてみ、ワイルに。あ、携帯貸せ、携帯。ナイスで行くのか、マイルで行くのか、どっちかにして。いや、な、今回はマイルなんか使わんよ。そもそもマイルじゃないんだよ。いや、そもそも、JALなんか使わん。そもそも、そもそも、JALなんか使えないのに。いや、そもそも、だって、まあ、あれは15万貯まってますよね。人の勝手に人の計算しとる。いや計算するでもだって終わった後ドーンって出てくる画面に。あんたには渡さんし絶対。いや別に渡さんじゃなくて別にナイスできるじゃんっていう話よ。東京もなんで東京ナイスできる。え、なんで。どういう意味。今すでにあんたのねポイントが、もうあんたのポイントが15万すでにあるわけよ。そんなないよ。あるわ、試してみ。もういいけん、15万もないけん、あんた。だって見たらもう、あんたが見したくせに。でも、宮古島行くには15万じゃ多分足りない。いや、それはない。ありがとうございます、嬢さん、ちゃんと入れやってくれ。それはない。イベントはね、イカード出てましたけど、4位で終わりましたね。何出た？それ出てないし。現金でないっす。誰と会話してんの？りょうさん。は？りょうさんの画面と。動画電話してんの？いや。LINE が来てる。意味が分からんけど。ああ。ああ。元気さん違います。意味が分からん。何を言ってるのこの人。うん、分かんないです。この人の周りは。バラの方だけでも、まあ、確かにこれ冷蔵庫入れた方がいいんじゃない。は冷蔵庫、あれまだこの前の魚のやつさあった。あれ魚まだ半分あって味噌汁にしなきゃ。臭いんだって。じゃあ今日の生姜焼きいらんね。いらん。いい、マジか。これ納豆ご飯でいいし。はい、あと汁で。今日フットサルか。ああ、さっきその電話だった。電話なんかしてないけど。いや、なんかかかってきたよ。ああそう、やば。いや、なんだその関係。その電話あんたに 何も関係ない。マイラもらうね、普通7000マイラ。やだ、やだじゃないわよ。普通にお金、自然どうした自分のお金。7000マイルだったらそれでやる、行くからね。あんた自分のお金どうしたの。どうしたのって、いや、あるわけないじゃん、飛行機代なんか。だったら行かれんでしょ。だと沖縄だって無理じゃないの。どうやって行くの。いや、で沖縄ってまだまだ先の話じゃん。それ10月じゃん。自転車創業だ。そうだよ。
ですよ、そんな自転車。そんなお金もないに、そんなとこあちこち行くなを間違ってると思うよ。じゃあ沖縄もやめます。だったら沖縄やめますね。うん、そんな、そういうこと言わないと別に行く必要ない。あんた一人で行ってきな。はあ、たった今予約完了できましたって今来たに。じゃああんた行ってくればいいんじゃない。なんで私が。いや本当にお金がないなら無理だと思う。じゃああんた行けばいいんじゃない、一人で。いやいや、だって滑んなよ、だって無理だと思うよって言うならじゃあ行かないわ。なんでそんなお金がないの、いつもいつも。なんでそんなお金がない。いや、行かないって言うとお金がないのってわけわからんし、意味がわかんない。行かないなら行かないでいいんじゃないの。どうしてほしいんだよ逆に。いやいや、だって、いや金がそんなかかんないんじゃ行きません。今予約できましたって来てばっかりで、ね、だからあんたは行けるじゃん別に。2枚予約したから2人分。うん、だから何、しかもこれキャンセルできないやつなんだって。親父と行ってくれいいじゃん。行けるわけないですよ。ヒーハチと行けば。10月のさ、お金なんかまだ分かんねえのにさ、そんなのなんかもう、もう金ないなら無理じゃんって言われたらもう無理し、無理だよね。じゃあ本当にやめる？予算振り回す？いやいやいや、振り回すってあんたがそういう言い方してくれんだったら俺行かないよって話だよ。じゃあ、ひどいね、あんた人を振り回すだけ振り回す。いや、ひどいね、じゃあ、だそういう言い方する必要ないんじゃないですか、じゃあ。そうじゃない。何が宮古島に。いいよ東京関係ないじゃん。宮古島親の金当てにしていくってマイル、マイルじゃん。それポイントやったら立派なお金だけ。いや使わないでしょどうせ。使うわね。じゃあいつ使うの、何に使うの、内訳教えてじゃん。だって東京に用がある。だからさ、いつ、いつ何のために東京行くの。そのこと配信上で言わない。だって用ないでしょどうせ。嘘じゃんそれ。人が後悔してしたこと言わないけど、うん、でしょ。娘に会いに行く。いや、わかんないけど。行かなくてもいいかな、俺はな。うん、じゃあうるせえし。もうだって手もうるさそうだし。でもね、それはもう母さんだってやってもいいよ。だけどさ、それって予算に対してものすごく失礼なことだと思うよ。振り回して振り回して一度振り回して、それ人として間違っとうと思うよ、そういうことは。だったら最初から人を当てにせず自分で全部やれよってことでしょ。いや、それでいいけど、人にお任せして勝手に。いや、だったら別にそんなに宮古島の話なんか出してくれる必要なんか全くないやん。宮古島の話が出てきた。だってあんたやめるって言ったの。いや、あんたが宮古島の話を出してくるからでしょ。いや、あんたは行けばいいんじゃない普通に。私一人で行ってどう、じゃなくても嫌がられてるにかね、嫌がられてる私が一人で行ってどうすんの。うん、俺がおらんといけん必要もないし。
切れるんじゃないこれは。いや、あんたが余計なこと言うからね。なんで？どんな余計なこと言った？え？もう覚えてないの？さっきの録画ライブ見せてあげる、後で。何言った？いや、いいよ。その時見せてあげる。言ったこと覚えてないから。いや、お金がないならそんな。行かん方がいいよねって言ったよね。違う。いやいやいや、そう言ったじゃん。なんでそんなお金使うって言うんだろう、ね、違う、お金がないなら行かん方がいいでしょって言ったよ。そうだと思うよ。東京だってやめてしまう。じゃあもういいじゃん。人の懐当てにしてんだ。いや、もう東京はもうだってもう行かないといけないもん、どっちでしょ。大会も予約してるし、キャンセルするのでいいし。何しに行く？ん？何しに行く？ソサイチ。は？ソサイチ。なんだ？うん、わかんねえならいいよ。調べれば。何それ？じゃあそもそもあんたは今回沖縄行く必要はなかったってこと？いや、沖縄行く必要なかったっていうか、別に別に俺はあんたと一緒に行く必要はないってことで。だからさ、そんな。あんたが宮古島で合流すればいいけど、別になんか俺は別に俺で行くから、別にあんたはあんたで行けばいいっていう話なの。で、向こうで合流とかでもできたって話だから、そもそも。ひど。いや、何もひどくねえし。何がひどいね。だったら最初から誘わんで欲しかったし。いや、意味がわからん、マジで。行きも帰りも息子がおらんと飛行機乗れないの。いや、そんなことないで。いや、じゃあそういうことじゃん。逆に一人で宮古島から家まで帰るって、うん、この年で行ったこともない。逆にそれ本当はすごいことだと思うよ。いや、そのなんか、そのなんか飛行機の乗り口が分かんないとか、そういうと、年取るとその乗り口が分からなくなるの。乗り継ぎでしょ。乗り継ぎって簡単だろ、そんなもん。普通にだって普通に伊丹行くんだろ。違う。は？福岡。結局どこなの？どこの空港に行くの、そもそも。福岡福岡に行って、で福岡から出雲空港に行くってこと？そう。簡単じゃん。だって宮古島から福岡行くでしょ、そのまず便で。で、そこから沖縄じゃないの、宮古島から沖縄で。那覇じゃない、那覇から2回乗り継ぎするってこと？多分。なさめんどくさいことするの。だってそれが安い県じゃない。いや、安いってだからナイスで稼げるじゃないですか。あんたね、だからそれ安いってじゃない、いくらぐらい安いの？分からん。てかそのためのナイスしてんじゃないの今。でもあんたにそんな、でもみんなから嫌がられたのに、行きたくないし、そんなに嫌がられてるのに、そこまでして、そもそも場違いだと思ってんのに、こいつは。でそんな、私大量がな、そんな大人数で行くとなんて思ってなかったもん。それはただ単に気を使うっちゅう話ね。そんな大人数で行くと思ってなかったもん。大人数で行く？いや、そもそも大人数の中にあなたを入れたんだよ。だけどそれ知らんだったし。いや、もう前から知ってるでしょ。あんたが決まってから大人数になったわけじゃんよ。大人数の中にあんたが呼んだだけだから。だからそれが知らんだったら、そのあんた呼ばんでほしかったよ。それは違うでしょ。それも分かってたことなんだから。いや、分かってなかったし、私全然。いや、結構前から言ってるよね。そんな大人数の人が来られること、うんうん、聞いてないよ、そんなこと。いや、言ったじゃん。だけど前回みたいに、まあ、もう私とあんたも入れて、まあ、4、5人かなと思って、4人ぐらいかなと思ったんだわ。あと2人ぐらいとかで。いや、それでも6人いるじゃん。まあそこまで考えてなかったんだわね、私も。そんないっぱいいっぱい来られるなんか。うん、だけど何？それがどうした？そして私、お母さんが行くと嫌なんでしょ、皆さん。
いやだからどっちやねん。だから気使うっていう皆さんなんか誰も言ってないわけよ。気使われたら嫌なんだよこっちは。うん、じゃあやめたら。だけのことですよ。いやそんだよ、その話だからループしてる、その話。嫌な思いさせて、どこにも聞いていくのか。じゃあ読めたら。気使うなんてさ、当たり前や、それは。そんなこと最初に言ってくれなかったに、私が人みんなが気使うって。こっちだって気使うし、そんな何も何も言われたら。いや知らん人が気使うだろ。いやそう、通行人が気使うんじゃって言ってんの。いやそんな当たり前だろうな。通行人の人の意味が分かんない。だからなんか、いや別に俺は別にそもそも最初からね、もうなんかもう決めたらそれでいいって言ってるのに、ぐち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 したあんただからね。ぐちぐち言ってないよ。いや言ってんじゃん、いちいちマジで。どうせ 120% どうせ行くんだろうけど。は ?120 で行くんだろうけどね。だってさ、申し訳ないじゃん。だからどうしたいや。もう君もめんどくさいね。あんたはめんどくさい、めんどくさい。いや、めんどくさいだろ、普通に。だって苦労してるんだけん。じゃあどうすればいい。じゃあやめるの、やめるの、行くの、どっち決めてくれない、それ。いや、あんた的にはじゃなくて、あんたがどうしたいかなんだよね。めんどくせえ、マジで。いや、マジでデジャブなんだよ、これ。前回の沖縄と一緒なんだよ、流れが。話がね、おかしくなってきてるの。知らんわよ、でもこっちがなんかいろいろ逆に何個も言ってくるじゃん。だから嫌がられてるのは一言も言ってない。は？嫌がられとったら嫌だよね。うん、じゃあやめたら。そりゃ迷惑だよね。考えてみたら。じゃあやめたら。だけどその時誘ってくれんでもよかったし。いや。そこからなんだよ。あんたが別に判断できたらそんなの。は？その判断は自分でできたでしょ。できなんだってそんな気使われる。そんないっぱいおられるからそもそも思ってなかったし。いや行こうよって言って済む話じゃないっすね、これ。ちなみに。いろいろなんかぐるぐるしてる。しかも一人で帰る。まさかの一人で行って一人で帰るなんて言われたって、はあ、現地集合なんて言われたって、はあだしね。いや。なんで現地集合するんだ、お母さんは。いや、なんで逆に、は？現地集合するんだ。現地解散だ。びっくりだし、それ。行きだって出雲空港が行くんじゃないの？いや。は？どっから行くの？広島から。いやだから別に広島から行くんだろ。なら広島は別に行けるじゃん、俺の車でも。それはなんだお前、これ。だってあんたが現地集合がいいみたいな。
いや帰りぐらい自分で帰れるよねっちゃうね。いや、あんたがぐだ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 してるからだよね。あんた俺一人やったらもう速攻決まってるもん。あんたがいちいちぐだ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 してる。何も考えてないけどね、私。だからめんどくさい。だから行きたくない。お金のことも考えてない。仕事のことも。じゃあ自分一人で行けよ。俺が必要行く必要ないじゃん。じゃあ一人で行ってこいよ。俺は俺で行かせてもらうから、じゃあ勝手に。ナイスのお金があるんだから、なんとも逃げるでしょ。他広島まで電車行くとか。あ、知らないっすもん、一人が心細いなんで。それさ、あの、出雲空港に、あの帰りが出雲空港、福岡行って、福岡から乗り越えで出雲空港でしょ。そんなのもできないなんか、そんなのおかしいだろ、普通に。別に歩くわけでもねえんだから。なんでさ、福岡だったら痛みになったり、どれだよマジで。結局福岡便があるところになったけど、じゃあその方がいいよってこと。すみません。いや、その発熱、そもそも大体俺痛みじゃなかったの。大阪じゃなかったの。大阪でその乗り換えみたいな話聞いたけど、ただ福岡へ乗り換えてそもそも知らんかったけど、だからそもそもその前広島だったけど、ね、広島空港に帰るじゃなかったのって。だってあんたが私を広島に置いて、だからそれで大阪に変えたんでしょ。だから大阪でいいんじゃないの。いや、あんたがちゃんとその日広島あったら家まで連れて帰ってくれればいいよ。それはもう当てにならん。だからそれでいいって言ってたのに、なんかまたぐだ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 いいか、もうめんどくさいから、だったら大阪が行って帰ればって言って、今日また話聞いたら今度は福岡になってるもん。そう、福岡意味がわからん。どうしてやん、逆に。だけどあんたと違ってさ、ちょっとでもそれ安く行こうって。いや、それめんどくさいんだよ、そのちょっとでも安く行こうって。いや、さっきこの間まで広島で連れて帰ってもらえるかわからんみたいな感じで大阪行って、さっき言ったら今度は福岡空港とか言うし、あんたが絶対連れて帰ってくれ。もうどうでもいいわ、もう。いや、あんた連れて帰ってくれるならいいよ。だからそれでも分かったって言ってるのに、それがもう、あの、それが信用してないんだから、だったら信用されなくていいから、だったらもうその一人で帰ればいいじゃん、普通に。って言ってんじゃん、ずっと。連れて帰ってくれるの、本当に。は？だからその話なんかしつこいんだよね、その話も。もう何回も何回もそれ同じ話してんだよね。連れて帰ってくれるのって何回も何回もそれ同じこと聞かれたら、こっちは面倒くさくなってくるわけ。広島を6時いくらに着くんだわ、そっから家までその日のうちに連れて帰ってもらえるから。だからそれ何回も言ってるんだよね、それも。何を？だから分かったって言ってるのに、しつこいけど、またなんか後日になったらその同じ話してきて、でも今度は涼さんも出てきて、涼さんがなんかそれでなんか、あの、そういう、それだったら大阪の方がいいんじゃないですかみたいな話になって、あんたはで、それは今度はな、大阪なみたいな感じになったらいいんじゃないですか、今度は福岡みたいな感じになるし、どこの空港で降りるんだよ、結局。いや、本当は一番いいのは、広島からあんたが家までその日の夜まで、夜に連れて帰ってくれれば一番いいんだわね。ただそれが若干あんたの場合は当てにならんから、次の日仕事なのでその日に帰れんかったら困るので、だったらだから一人で帰ればいいじゃん、普通にって言ってんじゃん。でそれで大阪とかになったんじゃないの、そもそも。で結局どこの空港になるんだよそれもよく分からんしね。ナイスしてないですもん。
広島空港から自宅近くの龍神バス。いや、それは分からんっすね。44分でやばいな。でもう行けば、あんちょっと携帯貸して、あんたの携帯、分からん。いや、小島の10月のこと、じゃあ移動します。